はい、オープン。おー、うまいでしょ、これ。これはうまいですよ。マーラー料理対決。お願いします。もう一回、もう一回せーのにします。じゃあ、せーのにしましょう。せーの。マーラー料理対決。がっつり満足レシピ編ということでですね、始まりましたね。がっつり感伝わりましたよね。がっつりですよ。かなりがっつり。毎日ががっつりですか、僕は。はい、ということでですね、皆さん、はい、こんにちは。料理のおじさん、リュウジです。はい、休日課長です。伊地知清です。今回ですね、我々辛いもの大好きなですね、3人のために味の素さんがですね、対決の場を設けてくださいですね、うん、マーラーアレンジ料理対決をすることになりました。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。詳細はですね、概要欄にある第1回の動画をご覧いただければなっていうふうに思います。対決のルールなんですけども、こちら1つだけ、あります。味の素のですね、マーラー麻婆豆腐、こちらですね、必ず使っていただくことのみになってます。はい、今回のですね、対決の題はがっつり満足レシピということですね。僕は、前回ですね、マーラーマーボカレー、いや、美味しかった、お二人にね、はい、召し上がっていただきました。今回はですね、休日課長、お料理を披露していただきます。リュウジさんのカレーも良かったけども、まあ、ちょっと負けないかな。おー、いいですね、めちゃめちゃ楽しみですね。それではお手並み拝見ということで、はい、マーラーアレンジ料理対決スタート。では早速作っていきたいと思います。このマーラー麻婆豆腐のソースを使って、お題がっつり満足レシピにあった、ですね、こちら四川風親子丼を作っていきます。ちょっとふざけないでください。それラーメンですよね。ここちゃんとラーメンじゃないですよ。三つ葉が三つ葉が真ん中にあるんです。三つ葉が、ね、材料はね、こちらになります。マーラー麻婆豆腐1パックと鶏もも肉、今回ね、電子レンジで調理するので、まあ、薄くね切れてるもので。生肉使うんだ。はい、生肉使います。はい、なぜかというと味をちょっと染み込ませたいので、ちょっと生肉使ってます、で、卵2個、はい、で、ご飯、三つ葉、といった風な感じで作っていきたいと思います。ちなみにね、マーラー麻婆豆腐はですね、全国のスーパーやセブンで売ってるそうですよ。言い方、言い方僕もいつかね、彼女と二人でこう買いに行ったりね。はい、そういう話はいいですね。細く切れてるね、鶏肉、まあ、よくスーパーとかで売ってると思うんですけど、それね、買っていただければですね、包丁もフライパンも使わないということですね。超楽チンメニューです。で、これちなみにね、これじゃなくても僕試してみたんですけど、サラダチキンとか売ってるじゃないですか、コンビニとかで、あれも美味しいです。あれ使っていいですね。そっちでも代用ができると代用できますんで、はい、それで作ってもね、いい。それではね、始めていきたいと思います。で、このお肉にちょっとですね、こんな感じで刺していくわけ。刺していくとですね、これなんで刺すんですか。これね、味がこう染み込みやすいですね。なるほどね。なんでこうちょっと刺していきますと、肉にもマーラーの味を。そうなんですよ、染み込ませる。今回はそれがポイントです。はい、で、耐熱容器に入れて、で、ここに、はい、マーラー麻婆豆腐さんをですね、マーラー噂の最初ね、振っていただくと出やすいですね。振るといいんだ。で、こんな感じで、はい、あ、本当だ。いいですか、いい感じですか。いいですね、いいですね。これで混ぜましょう。うん、しっかり混ぜてください。こう、さっきの穴開けましたよね。あそこがこう染み込んでいくんで、こう味が入りやすい。味が入るんですね。はい、こんな感じで、こう、まあ、ラップ、これ作り方にも載ってるんですけど、まあ、二重にするとラップが破けづらいということみたいなんで、まあ、二重、一応ふんわりね。それではこちら電子レンジ600W、2分半加熱したいと思います。はい、スタート。はい、今レンジ温めてますけど、その間にですね、卵、でもこれあんま混ぜすぎない方が、混ぜすぎない、はい、白身がちょっと残るぐらい、そう、残るぐらいで、ちょっとこういう感じでこう白身切ってあげて、これを2つ別々に、これ別々がいいんですね。はい、うん、これはなぜかっていうのを後で説明します、はい、こんな感じで用意しておきます、はい、仕上がりました。どんな感じになってるでしょうか。お、しょ、はい、こんな感じで、いい感じになってますね。グッズしてますね。はい、肉もちゃんと火通ってますよ、これね。そう、火通ってますよね。ご家庭の
こう電子レンジが何ワットかとかでまあ変わってくるんで、ちょっと足りないようだったらまたちょっと追加で温めてみていただけるといいかなと思います。それではですね、ラップをして30秒ずつ、ちょっと別々にねやっていただけるといいと思います。よいしょ、これねちょっと今回こだわりです。はい、じゃあ30秒熱します。はい、30秒ずつなんですね。ずつなんですね。分けてあるんだ。仕上がりました、はい、ちょっと中心が結構でもよいしょ、はい、あ、このぐらいの感じ、プルプルじゃないですか。プルプルの感じで、あ、はい、こういうことね。はい、まずこれをですねご飯の上に乗っけちゃいましょう、はい、卵先乗っけちゃうわけですね。くっついてるから、ちょっとこうでもすげえいい感じの半熟ですよこれね。そう、まだねちょっと液体も残ってるぐらいで、これを乗せちゃいましょう、はい、うまそう、ね、でこれご飯に今こう滴ってる、でこれさっきのこの、はい、乗せます。乗せる、はい、はあ、鶏肉ちゃんのソース、うまそうだなこれは、はい、乗せちゃいます。で、はい、ここまで整ったら、はい、最後のこの卵もう一個、はい、を30秒なるほどねいきたいと思います。なるほどな、考えたね。もう一個の卵がですね仕上がりました、はいはい、さっき乗せてましたけども、はい、これにですねまたここにまた、はい、乗せていきます。トゥルンといきますよ。おお、トゥルン、おお、トゥルンと。でこれちょっとねやっぱまだなんだろう、液体というか残って柔らかいところが残ってるぐらいちょうど美味しいです。これ半熟ですね、はい、これね。半熟です。半熟になってますね。でここにもうほら三つ葉ちゃんを乗せて自然風親子丼の完成です。ね、はい。これは美味しいですよ。これはうまいでしょ、これ。これはうまいですよ。はい、それでは、僕の四川風親子丼、食べてみてください。はい、オープンということで。おー、はい。とろっとろですね、卵がね。そうですね。ちょうどその固まってる部分ととろの部分が、ちょうど、両方あるぐらいがちょうどね、美味しいです。これはうまそう。あ、ここですね。はい。ちょっと待ってください、これ。いやいや、こう。ちょっと勝ちに引きましたね今日ね。そうですよ、ちょっとサンドイッチしてるんですね卵で。あ、これは、これあれマジやばいですねこれね。あ、よかった。これマジやばいです。鶏肉なんでこんな柔らかいんですかこれ。これやっぱり電子レンジでね、やっぱタレと絡めてやったのポイントですかね。めっちゃ柔らかい。いただきます。お願いします。うまっ、よかった。これはうまい。どうしよう俺。いやでこれちょっと半熟のやっぱご飯の上に乗っけてるんで、卵一回。これはなんでこうしたか分かりました。食べました。分かりました。これでもいいですな、このマーラーのこのシビ辛が卵でちょっと丸赤になって、はい、そうね、食べやすくなるっていうのが非常に。これは課長どんな方に食べていただきたいですか。そうですね、はい、ちょっと包み込まれたいなって思ってる気の強い女性卵でこのサンドされてるこの優しさをね、感じれる料理だと思いますね。ということでですね、この、マーラー料理対決はですね、皆さんの投票で、優勝が決まります、はい、投票方法はこちらです。投票していただいた方には僕たちから5名ずつプレゼントがあります。ちなみに僕が用意したプレゼントはね、マイルお皿1点とサインになりますね。5名様分用意したので、お皿はちょっとね違うお皿が、5種類あります。で私物です。私物かい。私物ここ持ってきたんすか。大変でしたよもう。これはすごいな、投票待ってます。次はですね、キヨさんに料理を披露していただきます。はい、まあ、ご飯って来たんでね、ちょっと麺類いこうかなと思いまして、はい、ここで麺類かつ、ジャージャー麺を。あージャージャー、ね、期待大ですねこれ。大好きですよ。あ、僕も大好き。ジャージャー、はい、ぜひお楽しみに。バイバイ。バイバイ。バイバ